獣だ。なんてことだ。信じられ。どうしたの、カイト。ゴン、キラ、すぐ逃げろ。早く行け。こっから離れろ。逃げた。途切れかけた意識の底でピトーは安堵していた。よかった。命を圧縮することでしか成し得ないであろう能力、二度と念能力が使えなくなってもいい。それほどの決意と覚悟でなければ不可能。天賦の才を持つ者がさらにその才を全て投げ出してようやく得られるほどの力。殺されるのが僕で。数百数千と重ねた打撃がわずかではあるが、王の内部に鈍い痛みを蓄えつつあった。しかし止血しろ、そして世の名を言え。貴様はよくやった。人間としてはな。何メートルぐらい探れんの？45メートルほどだ。45メートル？体調と精神状態で2、3メートル増減するがな。来るぞ。
だお前たちは。俺の縄張りに勝手に入り込みやがって。助けてくれ。喋るんじゃねえポチ。てめえは犬だろうが。ああやっちまった。まあいいか、こいつらにも飽きてきたしな。コロの方も処分するか。甘えられると余計に殺したくなるんだよな。やめろ。カイト、うかつに動くな。敵は一匹じゃない。飛び込めば思うツボだぞ。城に冷凍庫を用意せよ。人間を100体以上貯蔵できる規模がいい。コレクションが腐らないようにね。うん、僕ちょっと強いかも。鎖野郎じゃないね。ああ、リストの中にいたやつだ。降りろ。俺はこれでもそこそこ腕は立つ。修羅場をいくつも抜けてきた。そういうものだけに働く勘がある。その勘が言っている。俺はここで少しでも動いたら切るぞ。いくつか質問するから正直に答えて。あんたの仲間に鎖を使うやつがいるでしょ。今どこ。何の話だ。お前ら一体何者だ。俺をノストラドファミリーのものだと分かっ。質問に答えて。次左手折るわよ。おい、動くなって言ったろうが。直立駆動で引かれたことだけ答えろ、ボケ。ウボウギンをどうしたの。あんたたちがさらった大男のことよ。ああ、逃げたよ、そいつは。後のことは知らねえな。他の仲間はどこ。一足先に島に戻ったよ。俺も帰るとこだったんだ。嘘はいけないわね。本当だって。こんな状態でデタラメ言うわけねえだろ。もう一度聞くわよ、鎖の使い手はどこ。だから知らねえよ、そんなやつ。俺の仲間にはいねえ。最後の質問。あなた大切な人いる。そんなやつがいたらこんな仕事してねえよ。ふん、エリサっていうの。その子美人ね。てめえらエリザに指一本で。